メアリー・メイソン・リオンはアメリカ合衆国における女子教育の先駆者の一人。一部ではミドルネームを略してメアリー・リオンとも称される。なお、日本における日本語への音声転写において文献や時代によってはマリー・ライオン、メアリー・ライオン、マリー・リオンなどこれらに類する複数の異表記が見られる場合もある。マサチューセッツ州ノートンにホイートン女学校を 道州サウスハドリーにマウントホリオーク女学校を設立させた人物。1797年2月28日、マサチューセッツ州バックランドの農家に生まれる。5歳の時に一家の大黒柱であった父が死に、後に13歳の時、実母が再婚。母親は再婚に伴って家から出ていくが、メアリーは兄弟の中でも家業を継いでいた。 アーロンの下で彼をサポートするためにバックランドに残る。その間に学を志して近隣のいくつかの初等教育、中等教育の学校へと自主的に通うようになり17歳の頃からはそれらの学校において生徒に自身の学んだ知識を教えるようになる。この経験はメアリーにとって中級以下の貧しい家庭の子においてもそれぞれの事情に適した学びの機会が 与えられるべきという思いを抱かせた。結果として、メアリーは、東マサチューセッツにいまする二つの中東教育の学校から、アッシュフィールドにいまする、サンダーソンアカデミー及びベイフィールドセミナリーへと、通った。ベイフィールドセミナリーにおいて、教師や友人に助けられ、校長に見守られながら、ジルハポーリー・グラントバニスターと共に、ヨーゼフ・エマーソンに学ぶ。ここでメアリーは、 大学教育、学校運営における基礎教養を身につけたと言われる。卒業後、メアリーはバックランドにて小さな私塾を開くも、後にジルファポーリーグラントに誘われてアダムス女学校やイップスウィッチ女学校にて教鞭を取った。その後のリオンの活動は、米国各地での女子教育施設の普及運動に大きな影響を与えたと言われる。大学卒業後の教師生活において、 メアリーは様々な社会的立場の人間が存在する社会の中でそれらの人間が立場によって差別されることなく普遍的な教育を受けられることを望みその設立を資本家、特殊化の援助ではなく他ならぬ教育を受ける生徒、学生の自主のもとでの共同資質によって成り立つことが望ましいと考えていたそしてその教育内容は当時の核 女学校においてポピュラーであった両家の子女に行う花嫁修行の延長のようなものではなく、社会において職業女性として成り立つことができる人材を育成することを目指したとされる。これはベイフィールドセミナリーにて師であったヨーゼフ・エマーソンの影響が大きいとされる。1834年にメアリーは自身最初の高等教育機関として、 知人の裁判官であったレイバン・ホイートンらと共に、ホイートン女学校を創設する。この女学校は、レイバンの娘の死去を痛み、レイバンの妻であるエリザが夫であるレイバンを、説得して設立させた女学校であった。そのためリオンは教育カリキュラムの実施作成等に、活動の主を置き、学校の運営方針などに関しては着手することは、なかったとされる。 1837年にレイバンと田をは勝ち、マウントホリオク女学校を創設する。同校を開学した際、メアリーは、この大学が、通常の女学校よりも高い水準の学術の場、また社会にとって優位な女性の育成の場となるように、努力し、入試からして、女子教育としては高水準の設問を用意したと、言われる。一方で、授業料は、 各家庭の事情を勘案して、安価に抑え、より広い生活層へ、より広範囲な学問の機会を与えようとした。さらには常に社会における女性の役割を模索し、包括的で、正確で、革新的で、誰が見ても公平なりに叶う科学的な学問の姿勢にも、1849年3月5日に死去。死因は、当時看病していた学生から感染した、単独とされている。 元々、出生元となる実家はバップテストだったが、メアリーは、セミナリー時代の死であるエマーソンの影響から、改修派協会へと改修している。メアリー・リオンハウス・マイアミ大学、スワースモア大学、マサチューセッツ大学アマースト校、ニューハンプシャープリマス大学には、彼女にまつわる記念碑や史跡が存在している。特に、マサチューセッツ大学アマースト校では、事校の寮として、 メアリー・リヨンハウスを構える。バスター大学、ウェルズリー大学、オハイオウェスタン女子大は、メアリーの設立したマウントホリオーク大学を班として設立されており、メアリーと同様の理念の下で運営されているとされる。メアリー・リヨンハウスは、マサチューセッツ州アマースト公式地内の東北局域に建設されている寮。ボストンの建築家、ルイス・ダブリュー・ロスによって1958年に、 ジョージア風様式のデザインを持って建築された。もちろん、その命名は、女子教育の先駆者であるメアリー・リオンにちなむ。同志者女学校の設立時、設立者であった、新島ジが参考にしたのが、リオンの創設したマウントホリオーク大学のスタイルで、あるとされる。そのためか、他にも日本において、女学校が設立された折に、リオンの思想を反とした学校は多い。 特に岡山県高橋向かい町において、殉正女学校を設立させた福西主ケ子には大きな影響を与えた。福西はリヨンを修正の目標とし、日本においてリヨンの実用人材育成主義を実践しようとしたと言われる。ありがとうございます。